どうもこんにちは、ここです。スーパーフルーツティーチャーのナオです。はい、なんかマガじゃない、ナモ、うん、はい、今日はですね、はい、いつもの果物の話とちょっと違う、はい、こちらにある包丁の話をちょっとしようかなと思ってるんですけれども、はい、僕らね、今本店例えば改装中でございます、はい、で、まあ改装してレイアウトが変わるんですけども、前はねカウンターがあって、オープンキッチンで僕らが切ってるところをまあ、うん、見れるような作りやったんですよね。そうですね、カウンター越しで見ていただけると、はい、はい、で、まあそこでやっぱ切ってると、さすがプロやねと、うん、めちゃめちゃ綺麗に切れるねと、うん、やっぱテクニックがすごいんやねってよく言われるんですけど、はい、やっぱね包丁も大事なんですよね。大事です。もうめちゃめちゃ大事ですよね。大事です。もう切りにくいとかやりにくい包丁だったら全然うまく切れないんですよ、うん、ということで今日は果物に適した包丁は一体どういうものなのかっていうところを、まあ、直先生に話していただこうかなと思っております。はい、はい、ですね、今日のお話は、一般の家庭の皆さんが、切ることを前提にお話しさせてもらいます。はい、これは何が違うかというと、プロが使う場合とやっぱり一般で使う場合はやっぱり求めるものがちょっと違うので、今回はあくまで一般の皆さん、一般家庭で使うときにおすすめの包丁というところでお話をさせてもらいたいなと思います。はい、で僕らね、ちょっと企業さんに、呼んでいただいて包丁の講習会も実はしたりとかしましてですね、はい、まあ、包丁も一応プロとして自負しておりますので、はい、まあ、包丁の講習会って何やねんって言うんですけども包丁の握り方から使い方から本当に、まあ、飲食店のお店で呼ばれるんですよね、うん、でもそこで皆さん普段包丁使ってるんですけど、包丁全然使いこなせてないというか、包丁のポテンシャルを生かせてないっていうところを、まあ、直先生が包丁の講師として実はそういう仕事もやってるんです。実はやってます。はい、はい、ですね、スーパーライフティーチャーですかね。はい、まあその時は、はい、その時は、はい、はい、今日はまあ、その果物を切る、はい、一般の家で果物を切るのにおすすめの包丁を、はい、はい、解説させてもらいますけども、うん、じゃあ今3本あるんですよ。これちなみにここちゃん何が違うか分かる？これ、そうですね、まあ取りましょうかね。1本は、僕が普段愛用している包丁、1本は、本店で実際に使っている包丁で、もう一つはこの前ここちゃんにプレゼントした包丁です、ね、はい、プレゼントしてもらいました。はい、まあ、何が違うっていうか、まあどうなる、素材が、そうです、違うよね。はい、刃の素材ですね、はい、が違います。はい、はい、で何が、ね、果物を切るってなると、肉野菜、うん、肉野菜魚と果物って違うんですよ。何が違うかっていうと分かる、何か、硬さ違う、決定的に違うことがあるよ。もうこれがあるから果物はこの材質っていうのが、水分違う。何でしょう。はい、答えは酸。酸で、果物は酸が強いんですよ、全体的に。ああ、でも、あの魚、肉、うん、野菜は若干酸を持ってたりするけども、そんなに酸がない、うん、そうやな。もう酸っていうのはもう金属の大敵なんで、腐食させるんで、これが果物の一番包丁のネックになるところですね。で、今日ご用意しているこの3本は何が違うかというと素材が違うんですけれども、はい、まずこちら、これね、いい包丁なんですよ。これ僕が普段愛用している京都有次っていう、もうこれ多分ね和食とかの方はよくご存知の、あの包丁屋さんというか、まあ、刀鍛冶なんですけど、はいはい、この包丁僕普段愛用してるんですけど、これは材質が鋼という材質を使ってます、はい、でこれ僕普段使ってるんですけど、実はこれはね果物には適さない包丁なんですよ、うん、はい、なぜかっていうと錆びるんですよ、うん、ただ切れ味はめちゃくちゃ切れます。なので手入れがすごく必要な包丁ですね。一般家庭にはあんまりおすすめではない。鋼はおすすめではない。おすすめではないです、はい。でじゃあ何がおすすめなのかというと、鋼ではないもの、こちらの見本なんですけど、こちらはステンレスです、はいはい、で包丁の素材としてはステンレスっていうのは本来ちょっとワンランク落ちるんですよ、鋼と比べると、うん、なのですが、果物に限っていくともうステンレスしか使えないと思ってもらっていいかなと思います。で
こちらステンレスが2本あるんですけれども、はい、このステンレス2本もちょっと違います。でこちらこの前ココちゃんにプレゼントしたこちらはこれちょっと特殊なステンレスでダマスカス鋼というステンレスを使ってるんですけど、はい、まあそれを置いといてただのステンレスやとします、うん、でこちらはですね、ステンレスでもちょっと材質が違って、はい、クロームモリブテンというステンレスを使ってます、うん、モリブテンでよく聞きますね、はいはいはい、でステンレスじゃちょっとね実は安いんですよ、モリブテンの方が、はい、こっちの方がお値段的には高いんですけども、はい、高いのプレゼントしていただきありがとうございます。ああそういう当てつけではないです、はいはい、これ何が違うか分かる？ちなみに何が違うか、何が違うか硬さ、あ、そう、はい、さすがやね、はい、この硬さというか、まあ、しなやかさですね、いきますね、はい、はい、どうぞ。この包丁のしなりが違うんですよ。こっちねめっちゃ硬いんですよ。そうですね、はい、ステンレスは基本的に硬いんです。はい、はい、でこれで何が変わるかっていうとですね、はい、切る時のこのまな板、これが仮にまな板としてまな板に沿わす感じというのがね変わるんですよ。このしなりですよね。しなりですね、はい、そっちは全然ですかね、はい、こっちはね硬い、あんまりやるとねほんまにポキッといきそうで怖いです。そうですね、本当にこれが限界ですね、はい、はい、もう全然沿わないんですよ。はい、はい、うん、というところで、私がおすすめする素材はクロームモリブデン鋼というステンレスの一種ですねを使っている包丁、うん、これが果物に最適の素材になります、はい、で、じゃあもう一つ、果物を切るってなると野菜とかと違うのは手に持って剥くとか曲線を剥くっていうことがね非常に多いんですよ、果物は、はいはい、まあ、リンゴをね、まあ、皮を剥いたりとかよくされると思いますし、はい、オレンジをスマイルカットを実だけ外すとかいうことをよくすると思うんですよ。でこの時に、問題になってくるのがこの包丁のここの幅ですね、うん、ここの幅、はい、でここにあるのは全て3本ともペティナイフと言われる包丁なんですけども、皆さんの家に普段あるのは多分、牛刀とか三徳、そうですね、三徳ナイフ、うん、三徳包丁って言われる、うん、ちょっとここのね分厚い包丁だと思うんですよ、はい、でこういう包丁は便利なんですよ。何にでも使えるんですけども細かい動きにはちょっと弱いんですね。ここの厚さがある分だけ引っかかりができてしまうんでね、特にオレンジとかをこう切る、このようにすくうように切るってなった時に きれいに曲線を描けないんですね、はい、なのでそこに適しているのがこの幅の狭いペティナイフ。でこの包丁の長さっていうのもあるんですけども、はい、これは多分一般の家庭の人はあまり気にしなくていいと思います。プロでもし使用するってなるとできるだけこの幅は使いこなせるのであれば長い方が切れ味が上がるというふうに思っていただいたらいいかなと思います。普段皆さん包丁何本ぐらい持ってるのかね。三徳ナイフ1本、あ、いや、そう、そんなことはないんじゃない。僕包丁好きやから包丁は家にも柳刃とかいろいろ全部揃えるけど、なかなかどうなんやろ。家に何本ぐらいある？ちなみに4かな。4、うん、まあ普通のほんまに三徳とペティと、うん、まあ、ペティ2本、うん、と刺身用の柳刃、うんうん、まあ、柳刃があるだけ大したもんやと思うけどね、うん、そうやね、大体でもあってペティと三徳じゃない。まあそうやね、というところかな、はい、でまあペティがあるってことは多分皆さん、まあ、家で果物を普段着る人やと思うんですけれども、まあ、もし買い替えようっていうのがあれば、うん、今のお話を参考にしていただけたらなと思います。でそこで僕のおすすめのメーカーっていうのがあるんですよ、はいはいはい、包丁でメーカーあるんですよ、で、これめちゃくちゃ有名なメーカーなんですけどね、これこの包丁がうちが本店で使用している包丁なんですけど、これねすごくねバランスがいいんですよ。メーカーは坂井孝之、もうめっちゃ有名な、ちょっと見えないな、ちょっともう使い込んでるから、実はこれも坂井孝之なのね、ちょっと見にくいですね、はい、はい、孝之って書いてますね、もしくは漢字で坂井孝之って書いてますけど、はい、ペティナイフは多分ローマ字で書いてます、うん、はい、このメーカーがこれも我らが大阪の誇るトップメーカーですね。サガイのね、はい、はい、ここのはね何がいいっていうね、
安いです、うん、はい、安いです。なので、まあ、プロが使うってなるともちろんもっとすごいメーカーはいっぱいあるし、あの突き詰めていけばいいものいっぱいあるんですけども、あくまで皆さんが普段着るのに、適したもの、普段使うのにはすごいなって言えるレベルのものってなると、そんなお値段出せないと思うので、うん、この酒井孝之、お値段が安くて品質のいい包丁を作ってるメーカーとしておすすめですね。で、先ほどおすすめした、クロームモリブデンの包丁っていうのもいっぱい作ってますんで、うん、はい、こちらをぜひ。やっぱしなるやつの方がね、本当曲線切ったりする部分、うん、本当使いやすいのよね、うん、でしなる方が、刃が欠けないんですよ、なかなか。なので、あの1回研いでからの持ちもいいんで。だからね、あのまた切るやつはね、また切る動画で撮りますけれども、ね、僕らほんま包丁のテクニックだけで管も持たずに切ったりもできるからね、はい、うん、そういうのをするにはこういうしなりがある、はい、本当にもう桃の皮一枚を、もう皮だけを切るとかいうのをしようと思うと、しなる包丁の方がいいよっていうことですね。はい、はい、どうでしょうか、分かっていただきました。まあそうですね、うん、うん、まあとりあえずステンの柔らかいやつ、そうですね、素材はクロームモリブテン、ね、ね、はい、やってもらったら、もう安く家でも簡単に、使いこなしていただけるんじゃないかなっていう、まあそれプラステクニックはいますよ。そうですね、うん、あのテクニックはやっぱり、はい、やっていけばやっていくほど全然できるんですけども、でもうちでアルバイトしてるもう9割のスタッフとかは別に普段ね、うん、そんな果物切ってるスタッフではないけれども、まあ、家でね、ね、うん、うん、でもやってるとすぐ別に、そうですね、多分家で家事で、家事として、うん、包丁を使うのは全く苦じゃないぐらいには使えるようになりますね。ぜひね、はい、はい、まあ、ちょっと違う動画でね、あの今日は包丁の説明やったけども、まあ、基本的な切り方みたいなのもぜひ説明させてもらえたらなと、ね、うん、思いますので、はい、なとこですか、はい、わかりました。では次回もよろしくお願いします。